こんばんばはユニココシリーベルモニアムニミステラシリー略してユニココでーすそして本日のゲストはこちらの方でーすライターの星野ですよろしくお願いしますよろししくお願いいたしますというわけでですね本日はこれね何度もこすると言ってるのでもう今日もこすりますじゃじゃんみんなユニココが乗ってる VTuber スタイル買ったかねみんな買ったような <laughs> ユニココが1ページ乗ってんだぞ<っ>もうこんな機会二度とないかもしれないんだから <laughs> 買っていやしっかり取り上げさせていただきます でねなんでユニココがこちらに乗れたかと言いますと本日のゲストの星野奏太様がねユニココに目をつけてくれて、はい、<laughs> 取り上げてくださったっていうことが始まりなんですよ。そのね、ユニココもなんで星野さんがユニココを選んだのかってみんなも気になると思うのでいつもね星野さんがインタビューをしてると思うんですけどこの場を借りてね、はい、星野さんに。<laughs> インタビューをさせてもらおうかと思いますのでよろしくお願いします緊張しますよ <laughs> ありがとうございます <laughs> まず星野さんカーライター、シナリオディレクターっていうお仕事なんですけど肩書きですね肩書きがね、はい、いっぱいあるんですけどシナリオディレクターってどんなお仕事なんですか、はい、これ確かにちょっと聞き慣れないと思うんですけど、うん、まず前提として割と自分がちょっと何でもやと言いますかう <laughs> うん、うん。ちょっと最近結構ありがたいことにあの、うん、いろんなジャンルのお仕事を受けしていって結構肩書きを固定しにくい元 あのラノベ作家としてデビューさせていただいたんですけどで,すよ、ね、でだからその頃は普通にあのライトノベル作家と名乗ってたんですけど<ー>まあ現在結構そのゲームのシナリオですとか<ー>まあ,あと漫画の原作もしましたしえすごいそれこそ,そ VTuber さんの動画ですとかボイスとか<ー>あとイベントライブイベントの台本とかも書いたことがあるのでラ<何>本当に<も>そうなんですライブイベントでちょっとストーリー要素のあるライブイベントみたいなことをした時に。うん その進行の台本とかを書いたこともあるのでまあ、それこそ今は雑誌の企画とか取材もやってますけどその辺はひっくるめてあのツイッターとかでは分泌業としてるんですけど確かに筆業だ雑誌とかもひっくるめて結構雑誌のライターとシナリオのライターって違うのにうん、うん、両方やっちゃってるのでライターというのもちょっと難しくて。ああ なるほどひとまず文筆業とさせていただいててでそのシナリオディレクターというところは、うん、まあ結構そのシナリオライターというのは普通によく聞くと思うんですけど、うん、シナリオライターとして自分が直接書くことも多いんですけど、うん、例えばあのソーシャルゲームの台本ですとかうん、うん、そういうのって1つのご依頼でのボリュームがものすごいんですよやっぱり。 ソシャゲの台本そうですそうですソシャゲの台本とか、うん、いろんなライターさんが書いてたりあのやっぱユニコーやってるゲームでこのライターさんの話はいいなみたいなありますあそう <laughs> ありますよねそういうのわかります、えー、<laughs> 結構ああいうのがあってでああいう時に今おっしゃったように、うん、そのライターさんごとの癖とかうん、うん、キャラクターを確認してもちょっとキャラクターのブレがあったりとかあ,あります <laughs> あるんですよねわかりますよね <laughs> されてたら <laughs> <laughs> ああいう時にライターさんを束ねるっていうとちょっとおこがましいんですけど上に立って各ライターさんのと企業さんの間に入ってライターさんが書いてあげてきたものを自分が癖とか認識のズレをとっちらからないようにその全体を統一させたりですとかあとそのクオリティがそが作家さんごとにやっぱりどうしてもズレる時ってあるので。 そのクオリティをちょっと調整を行ったりですとか、そういう立場のことをするときに結構そのシナリオディレクターっていう言い方をしたりしますね。なるほど、なんかソシャゲの話が出た瞬間すべてがわかりました。<laughs> ああ、ほどそうなんです。ソシャゲにも限らず結構その V チューバさんのボイスとかでもそうなんですよ。うん、あ確かに。結構何人ものボイスをするときとかに、うん、バアッと何人かのライターさんがやったりすることもあるので。うんうんうん 結構そういう時に使う肩書きですね。へえ、なるほど。あ、勉強になりますね。ありがとうございます。へえ。あ、じゃあまあユニココちゃんがなんかファンに媚びてるようなシナリオだったらそこは違うんじゃないかって言ったり。あ<ー>、<laughs> そうですそうです。そういうところを確かにその実際そうやって見ますね。この Vtuber さんはこういうあの行動はしないとか。うん、ああ。あともうちょっとこういうこの Vtuber さんならこの要素を入れた方が良くなるとかうん、うん、その辺を結構調整したりとかはしてっていう時もあります。ユニココがみんな にか応援してねーとか言ってたら <laughs> ちょっと違うんじゃないか応援しないと殺すぐらいは言うんじゃないかみたいな。実際そういういことです <laughs> <laughs> まあもちろんそうユニココさんからもうあ、うん、甘いのをっていうオーダーが来たらもうそうしますけどね頑張って甘いものを <laughs> そそうですそうでですす、まあ、もちろんありますから、ね、そのご本人とはちょっと違うパターンの今回はボイスではちょっと甘えたいっていうパターンのオーダーとかもありますのでそこはそのオーダーもちゃんとライターさんに伝えて今回はユニココさんは甘えたがっているぞというのを <laughs> うちゃんと伝えて意図を、はい、ディレクションするみたいなところですね。<laughs> で,ですねあ,あ勉強になる <laughs> じゃあいろんなもう本当にいろんな種類の分泌業みたいな感じでそうなんです本当に結構今は一つに絞れない形で,でさらに分泌業をあのまとめる解釈違いストッパーなんですね <laughs> 星野さんと解釈がずれてた場合は星野さんと喧嘩になるって <laughs> あでも実際自分が絶対に正解なわけでもないので結構その悩んでライターさんの方を選ぶ時もありますねやっぱりそのライターさんの方が多分詳しいだろうと判断してはい自分が正しいとも限らないので絶対にまあ自分が正しいと分かるところで言うとその結局そしゃげとかで言うとあの文体ですとか。 キャラクターの喋り方もそうなんですけど、うんうん、字の文とかの言い回しとかがこのソシャゲにしてはちょっとおしゃれすぎるとか。<laughs> おしゃれおしゃれすぎる <laughs>。その言い回しがちょっと比喩表現とかが <laughs> おしゃれすぎるなとか。<ー>もうちょっとあの淡白だよ。なみたいな。うん のとかは割と正解がわかりやすいので調整は簡単なんですけどあなるほどじゃあキャラクターですね、うん、もしかしたらみんながやってるとしゃげとかも星野さんに実は我々はお世話になっている可能性もあるというあります結構 <laughs> としゃげは実績が出ないものも結構多いのでそうですよねメインライターさんだけお名前は出てみたいなところはうんうん、うん 結構多いので v t u b バーさんのお仕事も結構名前は出せないものが多いですね、やっぱりなるだから言えるお仕事というのはかなりありがたいんですよね、すごいお話楽しいですよねたくさんの視点から物事を見るお仕事ですのねってほんそうですね、たくさんのあー、これ占いに出てたわ、えー、<laughs> 占い出てたわ、これ打ち合わせが大事なんですよね、だから<し>僕が解釈違いを起こしたら大変なことになるので確かに全部がずれてしまうんですよ <laughs> <laughs> 確かに だから打ち合わせしななくちゃいけないけですそうなんです打ち合わせで結構そのヒアリングをして間違いなく先方が望んでいるものを理解しないと僕が全部ダメにしてしまう可能性があるので,で <laughs> 責任重大な仕事だ怖い次の質問なんですけど、はい、どうやってシナリオディレクターになるかそれなりにやっぱりライターとしての経験は積んでからじゃないとなれないきなりそこの立場にはなれないと思うのでそうでですすよねねトップですもん、ね、基本的にはだから、まあ、そもそもシナリオライターどうやってなるんだ的なところはあると思うんですけど。 シナリオライターにならなならくちゃいけないけってことですよね <laughs> 自分はその最初に作家というのがあるので自分がデビューした頃っていうのは結構前なんですけどその頃ってまだあのインターネット系の小説「なろう」系とかがあんまりないので普通に作家になろうと思ったらま持ち込みはほぼ無理だったと思うので賞に応募してその出版社の受賞をするかまあよっぽどその人脈があるかみたいなところだと思って。 いて自分はあの賞に応募させていただいて<お>あの受賞した側なんですけど、えすごい勝ち取ったんですね。あそうなんです勝ち取りました。すごいじゃあもう本当に実績と才能がある方だ。<laughs> えいやいやありがとうございつは結構運も良かったと思ってるんですけどその時は多分求められているものとマッチしたりとか受賞して作家になって ででそこからしばらくはそんなにライター系のお仕事はなくてサッカー一本で本を出せるか出せないかっていうところでずっと兼業でやってたんですけどでそれからだいぶ時間が経った頃にツイッターととかかでで書いたたたものとかを公開したりしりてたんですよ例えば VTuber さんの二次創作だったりそうでなくてもちょっとオリジナル小説だったりみたいなのを結構ツイッターで公開してたら読んでくださった方がご連絡くださるようになって。 そこから結構お仕事にしかもその一応作家という実績はあったのでお仕事につながりやすくなっていったっていうところですかねだから現代は結構まず公開するのは大事なことかなっていうところはありますねやっぱそれ漫画家さんとかイラストレーターさんも同じですね今やっぱ SNS でとにかく自分の作品を公開して目に留まってお仕事をいただくみたいな形がやっぱ多くなってるから、うん、ユニコークさんやっぱクリエイターさんに詳しいですねありがたい <laughs> <laughs> いろんな業界の人にお話聞かかれてるから <laughs> そうなんですよ <laughs> <laughs> いろんな人にどうやってなったんですかって聞くとまだ SNS がそんないない頃はショーに応募しましたっていうことが多いんですけどただやっぱ最近デビューした方になってくるとやっぱ SNS で漫画がバズったから編集さんが声かけてくれましたみたいな方がやっぱ多くなってるんでガンガン出しに行った方がいいんだなっていうのはね本当思うのでそれはどんなクリエイターさんもそうなんだと思います今はやっぱり。やっっっぱりナナロロ系てて言のページに ずっとととと連載してたた人とかかがが出版社に拾われたりいいうことが多いので結構今はやっぱりそうなってきてるのかなっていうところはしかもその拾う側としても最初から実力が分かりますからね書いてるものに声をかけるわけなのでそう考えるとユニココもいろんなクリエイターさんたまたまねま身近にクリエイターさんがいたからクリエイターさんを占いたいっていうのもあったしでいろんな人を銀座のホステスさんとかセクシー女優さんとか大筆通信の方とかいろんな方を公開で占って。 ここういういとできますよみたいな風にアピールしてたからやっぱ今いっぱい予約が入る状態になっているので自分の実力を公開していくってすごく大切かなっていうのは、うん、そこの積み重ねですよねうん、うん、実績とで実績も大きい仕事である必要は多分なくて。うんうんうん まあ自分は結構その小説を出せたっていうのはかなり武器にはなったんですけどそこまでのものでなくてもなんかちゃんとその納期にこれを納めたっていうことが分かってるだけでだいぶ大きいと思うんですよ。あ<ー>ちゃんと納期にあの納める人だっていうのが分かるだけでもいや大事だそれ <laughs> 大事なんですよ <laughs> いや大事だ確かにそれは大事だ <laughs> だからちゃんと一個一個仕事やってますよっていうのが分かるだけでだいぶ大きいかなという,う <laughs> 皆さん聞きましたクリエイター目指してる皆さん納期に間に合う なせたっていう実績を積み重ねることが大切ですって、耳が痛い。いや、耳が、自分も結構痛いんですけど、実は。そんなに、常に納期に追われてるので。どうして、v イチューバスタイルで記事を書いてるんですか?。自分は一応、v イチューバスタイルさんの編集部の社員ではなくて、外部のフリーのライターなんですけど。v イチューバスタイルさんっていう雑誌が、立ち上がる際に、v イチューバさんに詳しいライターさんを探されてて。その v イチューバスタイルさん側が。はいはいはい。で、実際自分が、v イチューバさんが好きで。うん。 お仕事でもその時ちょうど VTuber さんに関するお仕事が爆増してた時で、えー、ああのシナリオみたいなそうですそうですうそのボイスだったりとか動画だったりここも多分さっきの積み重ねのお話かなと思うんですけど、うん、VTuber さん関連のお仕事をいろいろ実績を出していったことによって VTuber さんからのお仕事が来やすくなるというかうん、うん、こういう VTuber さんのお仕事してるんですっていうところがあると VTuber さんがやっぱり多分安心してご依頼できたりとかそういうところがあって多分そこがうまい具合に積み重なってちょうど VTuber さんのお仕事を多く その時に、うん、なのでその雑誌のお仕事もいただけるようになって、うん、企画とか取材を編集部の,あのデスクの方と共同で行って、うん、メインライターとしてやらせていただいてるんですけど結構少数精鋭で作ってまして、ね、<や>この雑誌そうなんですよね結構少ないなって思いながそうですよ <laughs> 企画レベルで言うと23人ぐらいのレベルでやってて、うんね、編集部さんとお互いにあの最近面白いと思ったことですとか情報を共有しながら割とその楽しく作らせていただ いただいてて書くようになったきっかけはそういうお声がけいただいたっていうところですね。あなるほどそん っいう感じだったんですね一応自分外部の人間ではあるので自分だけの僕個人のやる上でのテーマみたいなのもあって自分結構あの活字が好きなのでやっぱり本好きなので V から入った人に活字の面白さとかあとその本の面白さみたいなのを感じてもらえる内容にできたらいいなって思いながら結構 V b e r スタイルは記事を書かせていただいてて結構イメージとしてあるのがなんかゲームの攻略本だったりとか。 あと旅行雑誌とか、ああいうのって結構パラパラめくってるだけでも、そのゲーム知らなかったり、その場所を知らなくても、めくってると楽しいみたいな、新しい発見があるみたいなことはあると思うんですけど。ありますあります。大好き見てんの。ですよね。ああいうところを、普段ちょっとその、結構 VTuber さん見られてる方って若い方も多いので、意外とそういうところ見てない層も結構いらっしゃるんですよ。そういう方に、その辺の楽しさを伝えれる企画であったりとか、見せ方を考えたりはしてます。これはもう本当に、ライターとしての僕の個人的なあれで、VTuber スタイルさんの 公式声明ではないんですけど <laughs> <laughs> 大事大事ちゃんと言っておくあくまで個人の考えです <laughs> 推しが乗ったから読むっていう方も結構いらっしゃると思うのでそういう方に新たなちょっと面白さを見つけてもらえたらっていうのはうん、うん、いつも意識してますね じゃああのみんな気になると思うんだけど何んでユニココをピックアップしてくれたんでしょうかねもともと何をきっかけでユニココさんを自分自身が発見したかっていうのはちょっと失念してしまっていて、うん、というのももともと存じ上げてはいたんですよもともと存じ上げてましてやった取り上げさせていただいた理由としては、うん、ピックアップ VTuber ってあのコーナー自体が割と特化してる人を扱ったりはしてるんですけれどもユニココさんが占いというところにやっぱり特化したご活動をメインで、うん されてていいるというのがままず1つ大きくありまして、うん、記事としても非常に取り上げやすいという側面があるのと、うん、そこに加えて結構自分は活動が方向性がちゃんと専門的に尖ってるみたいなところは取り上げやすさとしてあるんですけどさらにそこからその方向性に特化してるだけじゃなくて切り口が面白い人の方がやっぱり紹介はさせていただきやすさはありましてユニココさんはやっぱりその占いというところではあるんですけど、うん、そこに加えてそのクリエイターの方を占うですとか、うん、昔の文豪を占ったりとかいうところ、うん、そういうところ ところが結構新しい切り口だったり面白い切り口なのでさらにその特化したものから掘り進めて活動されてる方っていうところで取り上げさせてはいただきましたねそういう何かに特化しててかつ掘り下げてるっていうところが個人的に結構面白くてでそういうところをやっぱりその雑誌を目にする人に布教していきたいというところでお声掛けさせていただきましたねありがとうございますやっててよかった <laughs> じ,ゃあじゃあどういう VTuber をピックアップしていますかっていうのは今のこの感じですかねそもそもこのピック カップのコーナーナは自分があの企画をしてその自分が始めたコーナーなんですけどすごいこれをやろうと思った理由が僕自身が気になってる Vtuber さんをご紹介して V の界隈全体にまだまだこういう人たちがいっぱいいるっていうところをもっともっと世間に広めたいといいますか知ってもらいたいっていうところがあるまあ割と個人的な願望のコーナーなんですけど Vtuber スタイルを購入される時にやっぱり推しが目当てで買われる方が多くて Vtuber の文化ってまあそれこそ2 0 0 0 2018年とかはまだまだ V の数が少なくて、まあ、当時はねバーチャル YouTuber と呼んでた頃なんですけどその頃ってまだ数が少なくて V を追っている人たちって割と界隈全体を把握でできてる人が多か,多かったんですよんその頃って確かにもう少数だからみんな知ってるよみたいな。<laughs> うん ところが多くてでそれがもう現在だともう莫大な数に増えていてもう推しのこととかあとその推しが所属する箱のこと以外はよく知らないっていう人が結構今多いと思うんですよ。自分も本当にまだまだ不勉強なので存じ上げない方というのもたくさんいらっしゃいますしそんな中でその推しを目当てに買った雑誌で新たな出会いだったり新たな発見を提供できるともっとその業界全体も盛り上がるし雑誌としてもちょっと面白い読み物になるんじゃないかなと思って。これはもう毎月 結構大事に必ずやるように企画させていただいてるコーナーにはなってますお声がけする時点であのその方の知名度ですとかそういったものをあまり考慮はしてなくてですねもう純粋にその人の人となりですとか活動内容の面白さを発見して、まあ、その人の世界観の良さとか独自の視点とか専門性とかっていうところの魅力を紙面でも紹介していっている感じでだから何かに特化した専門性のある VTuber さんとか企画力が強い方とかあ,<ー>あとは 結構自分自身のストーリーと言いますか物語を展開されてるような VTuber さんをご紹介させていただいてることが割と多い感じではありますねじゃあ VTuber のことをね最後全く知らないようにここに魅力を教えてくれいやこれ責任重大すぎるハマ <laughs> るかもしれませんよ、まあ、自分は2017年に始まって特に黎明期って言われるあの2018年とかにもうその頃から V 追いかけてる人間なので,、うん、でその頃っていうのはあのそもそも僕は結構あの SF が好きでなのでそのバーチャルク 空間に住んで画面の向こううというか画面の中から配信をしててでしかも双方向にコミュニケーションが取れるっていう人たちの存在っていうところがもう近未来だなと思ってハマったのが自分はきっかけなんですけど確かに言われれてみば近未来ですね特に初期の頃ってやっぱりそういう見せ方の方々が多かったのでそこに本当に惹かれて入ったのが始まりでそれまで自分ってその例えば声優さんとかアイドルの方々とかアーティストであったりとか。人間というコント コンテンツを押したことがなくて、うん、今まで。えユニココもです。そうなんですね。ユーチューバーさんとかあのニコ生とかも見たことがなかったんですよ。全くそういう人間的なコンテンツを見たことなかったところに V チューバさんにはまって。うんうん 現在は結構多様化してるので、活動の形が様々ありますので、一人一人の魅力について語るのは得意なんですけど、魅力の形が今は多様化してるので、僕個人が思う VTuber 全体の魅力は、やっぱりその多様性こそが好きなところっていうのはまず一つあるかもしれないですね。VTuber さんを追いかけてると、普段目にしない人のとのコラボとか、普段プレイしないゲームを見たり、普段関わりない、それこそ今日占いなんて本当に自分はちょっと今まであの経験がなかったので、 まさにそういう普段関わりのない物事について知る機会がもう本当に驚くほどたくさんあってもう本当に V チ u ーバ r さんを追いかけて今日ユニコークさんに出会ってなければその多分占ってもらうという体験も一生しなかった可能性もあるんですよね僕の場合は確かに。<laughs> なのでピックアップで取り上げさせていただいた V チ u ーバ r さんにもコーヒーに特化した方がいらっしゃったり、うん。 その方の動画を見て、豆から引くことにちょっとコーヒー挑戦してみたりしたこともありますし、今まで関心を持ってなかったところを、その VTuber さんっていう業界を追ってるだけで拾っていけるのがまず一つ強くて。 かしかもそれを日常アニメを見てるみたいな結構ゆるい感覚でそれぞれの世界に足を踏み入れることができるというかそこは個人的に結構大きな魅力かなっていうところですね。ああ、すっごい魅力的だ。そうでしょうあ。あの、<laughs> ライトナさんってすごいね。<laughs> <laughs> あよかったうまくちょっと言語ができてますかね僕いやなんかゆりここゆって V チューバだからまあ V チューバ知ってるけどなんか別に今まで好きになってないからそんな興味ないやろなみたいな思ってたんです正直だけど今聞いてえ V チューバめっちゃ面白いめっちゃ面白いあよかった成功してるちょろいちょろいからいや面白そうと思って すごいいいそんないるのすっごいみたい <laughs> これ多分もしかしたら YouTuber でもいいじゃないってなる可能性もあるのはあるんですけど、うん、そこはまあさっきそのアニメを見てる感覚っていうのも言ったんですけど、うん、ややめたい言い方にはなってしまいますけど、うん、VTuber さんの場合結構その好きなものとか得意とするものを紹介するっていう活動に特化して活動を行う時に、うん、そのことに最適化したお姿だったりとか、うん、バックグラウンドだったりそのストーリーだったりっていうのをもう背負って自分自身をそのコンテンツ化できるのでそこは結構 VTuber VTuber さんの独自の強みじゃないかなっていうのは感じてますねそこに結構関連して僕が VTuber ならではっていうところで個人的に好きなのは VTuber さんと物語を掛け合わせてるコンテンツとかの可能性はかなり注目してて純粋にファンとしてもあとそのライターとしても結構追求していきたい魅力の一つではあるんですよね例えば VTuber さんを主人公にしたノベルゲームだったりとかあと演劇であったりとかっていうのも最近結構増えてはきてて もともとあったんですけどうん、うん、特に増えてる印象があって、うん、普段から配信してるお姿とその物語の中に登場する姿が重なって結構不思議な感覚をもたらすというか、うん、その物語の続きがこの現実世界にあってその人の配信を見に行くとそのノベルゲームとか演劇の続きエンディングの続きが見れるみたいな。うん でしかも、その主人公だった人とコミュニケーションを取れてしまうっていうところは、かなり物語界隈でも新しい可能性だなっていうのは、そのライターとしても感じてて、二次創作とかも漫画とかがあのツイッター、まあ、ツイッターって言いますけどす、<laughs> ツイッターでいいです。 <laughs> いや本当にピンとこないですよね <laughs> ピンと,こね <laughs> ピンとこない <laughs> 結構そういうのがツイッターで回ってきたりもするんですけどうん、うん、なんか実際に配信であった出来事とか発言を、うん、フィクションを織り交ぜてリアルタイムに物語として作っていくみたいなのがうん、うん、かなりこれは物語の新たな可能性として結構新しい形だなと思ってますね。ノベルゲームとか演演劇に普段は触れない人が推しが出演しし出てるっていうところうん、うん、まあ出演どころかその主人公そのものとして登場するっていうところで、うん、まあ そのノベルゲームとか演劇に触れるきっかけにもなりますし逆にその VTuber を知らない人がノベルゲームが好きでいろんなノベルゲームやってて VTuber さんが主人公のノベルゲームをやってそこから VTuber さんの沼に入ってくるというそういうなんか相互の関係が生まれてるのも展開として面白いなっていうところは感じてます可能性がすごいですよっていうところが一番 VTuber さんを押したいところかもしれないですねその VTuber めっちゃ面白いじゃん <laughs> 無限に広がりますよっていう <laughs> 可能性の獣なんですよ。え V1 は好きになっちゃったな。<laughs> よかった。まあそんな感じで星野さんのいろいろなインタビューをしてきたんですけれども、そろそろね気になる占いタイムに移っていこうと思います。緊張。ドキドキします。緊張している。<laughs> ではねまず最初に数秘とことの根から星野さんの性格を分析していこうと思います。果たしてこのライターという職業が向いているのでしょうかね。うわあ怖い。見ていきます。<laughs> 向いてなかったらどうしよう。 さんね結構特殊な数比をお持ちで星野さんの2024年こんな感じなんですけれどもこれが2024年全体の運勢みたいな感じなんですけど真ん中のカードうん、うん、これが星野さんの誕生日から計算した2024年のカードなんで生まれた時から決まった運命のカードです。はい じゃあね、あのそろそろで、ね、もうね話が楽しくって2時間半も <laughs> <laughs> 話が一生わらない一生楽しい楽しい <laughs> 何か宣伝とかがございましたらお願いいたします最初にも、はい、あの、出してもらいましたけど <laughs> それです <laughs> <laughs> まさにそれです。ちょっとユニココさんもね、掲載されている雑誌、VTuber スタイルの11月号が発売中なので、主に担当したコーナーとしては、ユニココさんも取り上げさせていただいた、ピックアップ VTuber っていうコーナーと、表紙も飾っている、虹三治さんのロフマオさんのインタビューであったり、ホロライブさんのあの、トコトワさんのライブレポートと、ホロライブさんとホラーゲームの次の日がコラボしてるんですけど、それの作者さんにがっつりとインタビューさせていただいた、アイムシアンさんにインタビューさせていただいた記事などが、ちょっと主に自分が担当していた たりもするのでちょっとその辺りも注目しつつ読んでいただいたら雑誌以外で最近のものだと「ホロライブさんの運動会ボイスというのを<っ>脚本担当させていただいて、はい、そちらがあの数日前から販売開始されてるのでそちらも是非是非ちょっと聞いてみてもらってすごいないっぱいお仕事をなさっててユニココもボイスとかお願いできるんですか全然やれますよ <laughs> <laughs> でもどうしようかな、今ユニコーンーんのボイスどうしようかなってあ, <laughs> あれですよね、だって今日序盤に話してましたけど、<laughs> <laughs> どうしますか <laughs> バレンタインボイスとかさ、<laughs> <laughs> 序盤にそれこそ話してましたけど、どんなボイスになってしまうのかっていう。<laughs> <laughs> すごい難題らしい、ちょ無理難題っぽいですよ。<laughs> オーソドックスな展開のやややつとかはやりやすかははりりすすすったりはするんですけどツ、うん、ンデレな感じだったりとかうん、うん、ちょっと甘える感じのやつだったりとかはテンプレみたいなものがあるじゃないですかそれなりに展開とかも、うん、あるんですけどやっぱりちょっと破天荒な方ですとかをあの <laughs> ボイスにさせて <laughs> すごいオブラートに包んだ破天荒で <laughs>。<laughs> <laughs> いや破天荒もちょっと失礼かなと思ったんですけど、<laughs> あの方々をちょっとボイスにするときって、結構、その展開自体が例を見ない展開になる可能性あるじゃないですか。なるほど、うん、そこ、結構腕の見せ所ですね、やるときって。<laughs> ちょっとこれはね、期待大かもしれません。<laughs> テンプレが通用しないというところなので。<laughs> こここ破天荒バレンンタインボイボス <laughs> <こ>れは <laughs> 少なくとも他のライターさんに任せた場合、なんか、もう全然違うの上がってきそう。いや、それも見たいっすね、逆にね。あー、確かに。<laughs> 逆に見たいっす。<laughs> 解釈違いボイスとか出したらいいんじゃないですか。ユニココ解釈違いボイス。次回のファンボックスそれにします。ユニココ解釈違いボイス。いや、それはそれでちょっと面白そうですけど、ね。面白そう。よかった。はい、次回のボイスが決まってよかった。<laughs> あ、よかったです。<laughs> はい、というわけで、あつここー。あ、はい、つかこー。 たっ